はい、皆さんこんにちは、とっさんの館へようこそ。それでは今回は巨人の2024年ドラフト指名ポイントを考察していきたいと思います。それでは行きましょう。まず直近5年のドラフトを振り返っていきます。まず2019年はまあ高校生の多いドラフトになりました。まず今年1軍で出場機会を得たのがドラフト1位堀田投手、ドラフト4位井上投手、ドラフト5位山瀬選手。この3人が今年1軍で出場機会を得た選手になっています。まあ、このドラフトに関してはもう在籍している選手が今挙げた3人のみというドラフトになってしまっています。そして2020年、ドラフト1位平内投手、ドラフト2位山崎伊織投手、ドラフト3位中山選手、ドラフト5位秋広選手、まあ、この4人の選手が今年1軍で活躍をしてくれた選手たちです。支配下から育成に落ちて再び支配下に戻った伊藤祐介投手、そしてドラフト2位の北選手、まあ、この2選手も今年1軍の出場機会を得た選手です。そしてこの年の育成ドラフトは12位までありますけど、まあ、主に1軍の出場機会を得た選手または支配下になった選手を載せています。そして2021年、1位大勢投手、3位赤星投手、7位京本投手と、まあ、このドラフト1位大勢投手、ドラフト3位赤星投手は役割は違いますけど、まあ、1軍の主力になっている投手になってくれました。そして2022年、この22年ドラフトは神ドラフトになるような雰囲気が出ています。まあ、雰囲気というよりもはやもう神ドラフトと言ってもいいかもしれません。ドラフト1位浅野選手、ドラフト2位萩尾選手、4位門脇選手、5位船場様投手、まあ、この4人の選手が1軍で、萩尾選手に関してはポテンシャルはありますけど一軍定着に至っていない現状ですけど、まあ、ポテンシャルは非常に秘めていると思ってます。今年主力化した3人、浅野選手、門脇選手、船場様投手、まあ、この3人は今後かなり期待ということで、まあ、門脇選手に関しては、まあ、去年の数字より成績を悪くしてしまいましたけど、まあ、まだ2年目が終わった段階なので3年目にどうつなげられるかという土地になりました。そして5位の船場様投手に関しては今年新人王を獲得しそうな感じがするので、まあ、もし新人王を獲得した場合その翌年のジンクスがどうなるかというところにも注目です。そして2023年ドラフト、まあ、この年は即戦力ドラフトという風になりました。まあ、支配が5名中4人が社会人というドラフトになりました。まずドラフト1位西舘投手、ドラフト3位佐々木選手、ドラフト4位伊豆口選手、ドラフト5位又木投手、まあ、この4人の選手たちが1軍の出場機会を得た選手たちです。そして支配下育成の内訳がこのようになっています。まあ、巨人に関しては、まあ、育成で結構取りますけど、まあ、支配下になっているという選手たちが、まあ、少ないようにも感じます。それでは指名ポイントに行きましょう。坂本選手の後継者が間違いなく欲しいです。まあ、現代では打てるショートが枯渇していますけど、まあ、今年高校生ショートが豊富なので指名しておきたいところです。そこで今ショートのレギュラーになっている門脇選手の守備指標は、まあ、プラスにはなっていますけどエラーの多さと打撃面の成績が気になりますが、まあ、まだ2年目が終わった段階なので、まあ、まだまだ期待できる選手なので即戦力ショートを取るよりも将来性のショートを指名したいと思っているとともに、まあ、岡本選手のメジャー移籍の話もありますのでその後釜も指名する必要があると思います。まあ、岡本選手の後釜に関しては、まあ、大学生のサードがハマるかなと思ってます。そして次にキャッチャーです。大城選手の FA の去就も気になりますけど、まあ、岸田選手が今年躍動、そして小林選手の存在と、まあ、キャッチャーは3人いますけど中堅以上なので、まあ、長期的に見た場合はやはり高校生キャッチャーを指名したいですし山瀬選手のライバルも指名しておきたいところです。そして将来のエース候補も必要です。菅野投手のメジャー移籍、後に戸郷選手のメジャー移籍の可能性もあると思うので、まあ4年後5年後にエースになれる投手を指名しておきたいところです。まあ、去年が即戦力ドラフトだっただけに今年はバランスを取るために将来性ドラフトの可能性が高いと思ってます。なので指名ポイントを、まあ、順番をつけた場合、まあ、ショートかサードの指名、そして次にキャッチャー、将来のエース候補、まあ、このような順番にしました。まずショートとサードです。岡本選手のメジャー移籍に備えを考えなければいけないことと坂本選手の後釜も考えなくてはならない時期に入っています。ここ数年破壊力に欠ける打線なだけに将来クリーンナップを任せられる即戦力サードまたは将来性のショートを指名しておきたいところです。岡本選手のメジャー移籍が実現した場合の打線への影響はかなりあります。将来的に岡本レベルの打者になりそうな選手を指名しておきたいところです。まあ、ショートも、
まあ、門脇選手や中山選手、伊豆口選手とタイプの異なる3選手がいますけど、まあ、特に今年レギュラーで門脇選手が出てましたけど、守備指標はいいですが、失策数と打撃面がよろしくないだけに、やっぱり将来性あるショートを指名した方がいいかなと思います。まあ、個人的にはドラフト1位は、まあ、渡辺選手か石塚選手かなという予想をしています。まあ、この2人をドラフト1位で指名できれば指名ポイントを捉えれるのかなと思ってます。なので指名候補は、まあ、先ほど言いました渡辺選手と石塚選手、青山学院大学佐々木選手、中部学院大学森選手、そして県大高崎田中選手、中央学院笹選手、早稲田実業宇野選手、東光学園森選手、金沢高校斉藤選手、愛工大名電石見選手、大阪学院大高校今坂選手、奈良大附属の岸本選手、宮崎商業中村選手、まあ、このあたりになるのかなと思ってます。そして次にキャッチャーです。大城選手の去就、小林選手が来年36歳ということを考えると、捕手陣の層が薄くなりつつあるのかなと思ってます。今年第二捕手として活躍した岸田選手が出てきてくれたのはかなり大きいです。山瀬選手も2試合の出場ながら経験を詰めましたし、まあ、この2人の存在が今後どう関わってくるのかなと思ってます。なのでもし大城選手が移籍した場合はやっぱり打撃面で影響がありそうです。今年は去年よりかなり成績は落としましたけど、やっぱり相手チームからしたらキャッチャーであの打撃は魅力的ですし、厄介な存在だと思います。なのでキャッチャーは割と優先順位は高いと思います。特に現在キャッチャー最年少が23歳の山瀬選手なので、ライバルを作るためにもやっぱり将来性あるキャッチャーを指名した方がいいと思ってます。なので指名候補は県大高崎箱山選手、横浜高校椎木選手、大阪学院大高校清水選手、エナジック高校の達山選手、このあたりかなと思ってます。そして次に将来のエース候補です。まあ来年は戸郷投手、山崎投手、井上投手の若い3人がローテの中心になりそうです。この中で山崎選手は終盤ガス欠になっていましたけど、やっぱり来年もいい成績が期待できると思ってます。まあ投手陣の駒は揃ってますけど、井上投手、堀田投手世代から下の世代がいないので、やっぱり将来のエース候補を指名できると、後々戸郷投手の将来的な、まあ、メジャー移籍の可能性もあると思うので、まあその準備もできるはずです。なので、ネクスト菅野投手、戸郷投手を作るためにも、将来のエース候補を指名しておきたいところです。なので指名候補は、仙台育英山口投手、作新学院小川投手、白鵬大足利今野投手、前橋商業清水投手、千葉学芸高校菊池投手、関東第一酒井投手、四徳高校小船投手、豊橋中央内山投手、神戸高陵村上投手、神戸国際大付属塚山投手、報徳学園今朝丸投手、広陵高校高尾投手、阿南光高校吉岡投手、聖光学園川勝投手、聖カタリナ高校有馬投手、福岡大大濠柴田投手、佐伯学場下流投手、そして左腕では北昇高校高橋投手、山村学園西川投手、東海大相模藤田投手、まあ、このあたりかなと思いました。はい、それではここまでの指名候補を踏まえた上でドラフト3位までの理想の順位を考えてみました。まあ、まずドラフト1位なんですけど、まあ、もしかしたら金丸投手を指名する可能性が正直高いかなと思うので、まあ、ここはカッコで入れさせていただきました。まあ、考察した上で、まあ、ドラフト1位、今の巨人のドラフト1位に合う選手が石塚選手か渡辺選手かなと思ってます。そしてドラフト2位に箱山選手、まあ、ここで箱山選手を取れたら本当にいいドラフトになるのかなと思います。そしてドラフト3位に高橋投手、川勝投手、清水投手、この3人の将来のエース候補のうち1人を指名できたら非常にいいドラフトになるのかなと思いました。それでは今回は読売ジャイアンツ2024年ドラフト指名ポイントを考察していきました。それではまた巨人ファンの皆さん、この選手を取った方がいいという方がいたらまたコメント欄によろしくお願いします。それでは今回も見ていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ、センキュー。